剣折れたから。なんで折れた？怒ってる。怒ってる。振り回しとったから。振り回しとった。何切ったん？ないと。ああ。笑うな。笑ってごめんけど、それは面白い。結構気に入っとってね。ないと思うんで。鑑賞用な振り回すからあかんねん。なんかに当たったん、ボコって。なんで？振り回しとだけで遠心力で折れたん。ごめんな、笑って。面白い、でも。んで、そこでのたうち回っとん。なキャツがソファーのイエローが取れたか、取ったから、ソファーから出してみようって思って、それでツンツンしたん。ツンツンさ刺そうとしたら、ポキッ。重さで折れたんや、ほんなら。その前にこうやってグラグラして。グラグラしとったん。治らへんの、それ。裏見してん。お、ここ、これが開けられへん。あー。え、これ刺さっとうだけ？割れたんか。長い棒が入っとうねんな、ここに。これは木工用ボンドかな。同じこと言ったん、ほら木工用ボンドないん、家持ってきたろう。うちあるからな、泣くなや。笑うな。面白いわ。だって今来たとこやで、ママツ来たら心がこけて泣いとって。そして私は鬼滅の刃をやってるよ。あ、できたん。もうできてはないよ。あ、取れたん。うん、心だけ。あ、リュウちゃんも取ってんけど、これは中二病やから心だけがいいわ。あ、ソロで心くんの。それそんで、あんた振り回しよって中ポン出てきた、刺さるで顔に。気付けよ。ちょ、心の顔よ。まあ、可愛いとこあんねんな。な。折れるところならここで折れてほしかったけど。そこは折れんのじゃ。だってこう周りプラスチックやん。ここで折れてほしかった。せめて折れてほしくなかったっ。あれ中入っとうやん。入っとうよ今な。動くんこれ中。え、折れてほしくなかったって言え。あ、出てきたで。お、あ、これ木工用ボンドでくっつくやん。ほんならほら出てきた。そこボンドつけてテープでぐるぐる巻きの剣にしたらいいね。な、もし、な、また違うとこ折れるからやめときよ、直すまで。な、持ってくるから。切るのか、お主。うん。怖いな、それ。怖いわ。元気出せよ。